ハノーファーメッセを覆う巨大なもみの木の屋根 MVRDV が設計したオランダパビリオンハノーバー万国博覧会はドイツのハノーファーで2000年6月1日から10月31日まで開催された国際博覧会である。20世紀最後の万博にしてドイツ初の大型国際博覧会でもある。世界中が地球温暖化等の環境問題に直面する中、テーマをMensch、Natur und Technikと定め、環境万博を名乗った。会場面積は約160ヘクタールで、既存の見本市会場で世界最大のハノーファー国際見本市会場の敷地を利用する形で行われ、万博後のメッセの機能向上や知名度向上が期待されていた。191の国や機関が参加することになり、ドイツがヨーロッパのほぼ中央に位置することから、人が集まりやすいと考えられ、目標入場者数もかなり多めに推定された。総入場者数は1800万人を記録したが、約24億マルクの大赤字を生む結果となった。総工費が4000億円で、赤字額が1200億円なので、結果的に5200億円を国とハノーファー市が半分ずつ返済することに合意したが、立件された人物が誰もおらず批判された。次の万博である2005年日本国際博覧会は、ハノーバー万博の課題を引き継ぐ形で計画が進められた。しかし、こちらはハノーバーのような予算の無駄遣いをしなかったため、最終黒字を予想より多く計上して終わり、ハノーバー万博の失敗があったためか、博覧会国際事務局から高く評価された。テーマ曲は、ドイツのテクノミュージックグループクラフトワークと、ドイツのハードロックヘビメタルバンドスコーピオンズが担当した。ありがとうございます。